エステバン、アンドレス・ソラーリは、アルゼンチンド・サリオ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。レアル・マドリードや、インテル・ミラノに所属したサンティアゴ・ソラーリは兄である。弟のマルティンや、ダビドもサッカー選手である。姉のリズはモデルである。エステバンの最初のクラブは、CA、ベレス・サルス・フィエリドだった。エストリアンテスで、 ラプラタや AA アルヘンティノスジュニアーズを経て2003から04シーズンはイタリアの AC キオッチャ・ソット・マリーナでプレーした2004から05シーズンに所属したベルギーのリールス SK で12得点を挙げると2005から06シーズンから所属したアポル・ニコシアでは2シーズンで34得点を挙げた2006から07シーズンはリーグ優勝を果たし自身は 得点王と MVP に輝いた。メキシコを経て、2008年夏に、スペインのユーディアルメリアに移籍した。しかしアルバロネグレドやパブロピアッティなどからポジションを、奪うことができず、2008から09シーズンは8試合出場1得点に、終わった。翌シーズンはさらに出場機会を減らしリーグ2試合のみの、出場で終えると、シーズン終了後にアポルへと復帰した。ありがとうございます。